アルバトロスよ。近鉄特急青によしと。火の鳥を乗り通せ。リメイク編。近鉄京都駅に来ています。こんにちは、アルバトロスです。今日は近鉄特急青によし、明日は近鉄特急火の鳥に乗ります。まずは青によしに乗りましょう。危険ですから黄色の展示ブロックまでお下がりください。到着いたしましても扉が開きますまでしばらくお待ちください。The Limited Express 青によし bound for Osaka number is arriving at track 2. To board the Limited Express 青によし、A limited express ticket and an extra ticket for limited express Aoniyoshi are needed in addition to a basic fare ticket. 近鉄奈良発京都行きの Aoniyoshi 第7便が近鉄京都駅に到着します。この列車は京都発大阪難波行きの第8便として折り返します。Aoniyoshi は大阪、奈良、京都を走る観光列車です。運休日があるものの、ほぼ毎日、京都発、近鉄奈良着、またはその逆の便を中心に1日8本運行されています。4号車はツインシート席車両です。ツインシートとは文字通り2人用の席で、1人で使う際は空席分の幼児特急料金が必要です。ただし乗車券は1人分だけです。3号車もツインシート席車両です。2号車には販売カウンターがあります。窓がない部分がそうです。オリジナルグッズ、スイーツ、ビール、おつまみなどを売っています。2号車の半分はサロンシート席です。半個室のようになっていて4人まで座れます。1号車もツインシート席車両です。さあ、列車に乗りましょう。立派なカーペットが敷いてあります。左側の席は斜めになっていて、車窓の景色が楽しめます。右側の席は普通に進行方向、または逆向きになっています。どちらも車窓を楽しめるので、お好きな方をご予約ください。列車は京都駅を出発します。近畿日本鉄道は JR 以外で最大の路線網を持つ鉄道事業者です。大阪府、奈良県、京都府、三重県、愛知県の2府3県を網羅しています。近鉄の路線網にはいろんな電車が走っていますが、ケーブルカーまで運行しています。ケーブルカーの路線に踏切があるのも珍しいと思います。
列車は新幹線の高架をくぐり南に向かいます。近鉄特急をご利用いただきありがとうございます。この電車は奈良経由大阪難波行き、特急青西です。途中丹波橋、大和西大寺、奈良、楽園前、伊古、鶴橋、大阪上本町に止まります。次は丹波橋、丹波橋です。京阪電車はお乗り換えです。この電車は丹波橋駅に接近中です。車内放送では単に丹波橋と言っていましたが、実際には近鉄丹波橋駅です。単に丹波橋というと京阪電車の駅です。青によしは京阪本線の下をくぐります。もともと近鉄は京阪電車の丹波橋駅を利用していました。しかし近鉄が電気の使用や車両サイズを変更したことにより、新たに近鉄丹波橋駅を設置しました。近鉄丹波橋に到着です。2号車の販売カウンターへ行ってみましょう。宇治川を渡っています。本日は観光特急青によしにご乗車いただきありがとうございます。2号車販売カウンターよりお知らせいたします。ただいま販売カウンターではバターサンドのお芋のセット、生ダルのクラフトビールやダルの麺缶に鉄板麺などを販売いたしております。この日のコーナーを受けに移動車販売カウンターまでお越しくださいませ。ありがとうございます。バターサンドと飲み物のセットを買いました。バターサンドはシェラトン宮古ホテル大阪で作ったものです。季節により異なった2種類の味が楽しめます。ここで大和西大寺駅をご紹介します。当駅は1914年に開業した3面5線の地上駅です。奈良線、京都線、橿原線が乗り入れています。当駅には3面5線、つまりホームが2面、線路が5本ありますが、すべて平面交差になっています。立体交差は一つもありません。分岐器、つまりポイントで列車の進路を変えます。写真では分かりづらいですが、線路が迷路のようになっています。
大阪難波駅方面から来た近鉄奈良線の普通列車と並走しています。こちらは大阪難波駅方面へ向かう列車です。急行電車でしょうか。大和西大寺駅は大変興味深い駅なので、今度また改めて来るつもりです。新大宮駅を通過します。列車は大和西大寺駅で近鉄京都線から近鉄奈良線に入っています。まもなく奈良に到着します。この電車は奈良の次は学習前に止まります。大和西大寺では降車できませんので、ご注意ください。車内にお忘れ物のないようご注意ください。近鉄奈良駅に停車中です。近鉄奈良駅は行き止まりの駅なので、列車は方向を逆向きに変えます。大和西大寺駅までもう一度近鉄奈良線を通り、大和西大寺駅から大阪難波方面に向かいます。大和西大寺駅での停車は運転停車なので、客扱い、つまり乗客の乗降はありません。ポイント操作待ちと思われます。だから奈良到着前の放送で、と言っていたのです。近鉄特急をご利用いただきありがとうございます。この電車は大阪難波行き特急青森市です。途中学園前、生駒、鶴橋、大阪上本町に停まります。この電車は大和西大寺には降車できませんので、ご注意ください。近鉄特急青によしは近鉄奈良駅を出発し、大阪難波駅を目指します。奈良にかつて平城京があり、その中心に平城宮跡があることをご存知の方もいらっしゃると思います。平城宮跡は1998年世界遺産に登録されています。その世界遺産の中に近鉄奈良線が走っていることはご存知ですか？もちろん世界遺産に登録される前の1914年から近鉄奈良線はここを走っています。平城宮跡にある朱雀門を特急青によしから撮影した動画をご覧ください。平城宮跡にある踏切が一瞬映ってました。鉄塔が見えますが、当然通天閣ではありません。八重の里駅を通過しています。特急青によしは大和西大寺駅に運転停車し、学園前駅そして生駒駅に停車し、鶴橋駅に向かっています。続いて河内小坂駅を通過します。
これから到着する鶴橋駅は近鉄 JR 西日本大阪メトロの駅です。この駅の周辺には韓国の料理店などが並ぶコリアタウンがあり、大変にぎわっています。観光特急青によしは大阪難波駅に到着します。今回は青によしをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。あなたのご旅行の参考になれば幸いです。大阪難波駅に到着しました。今晩は大阪に泊まります。大阪難波駅に来ています。昨日は青によしに乗りました。おはようございます、アルバトロスです。今日はここ大阪難波から名古屋に行きます。多くの人が思いつくルートは、地下鉄難波駅から大阪メトロ御堂筋線で新大阪に行き、新大阪から新幹線で名古屋に行くルートでしょう。私は近鉄特急を使うことにしました。近鉄大阪線、近鉄名古屋線で名古屋に行きます。ただの近鉄特急ではなく、特急火の鳥に乗ります。昨日乗った青によしは観光列車でしたが、火の鳥は観光列車ではなく全席グリーン車のような列車です。私が乗るのは10時発名古屋駅火の鳥です。9時45分発に鳥羽駅特急がありますが、列車名がありません。 JR の場合特急サンダーバードなどと言いますが、近鉄では青によしや火の鳥などの例外を除き、特急にも列車名はありません。火の鳥が入線します。かっこいいフロントフェイスですね。運転手さんの交代です。改めて火の鳥を前から見ていきましょう。1号車はプレミアム車両でハイテッカー仕様です。座席が高い位置にあるので、いつもと違う目線で車窓の景色を楽しめます。3列シートなのでシート幅が広く快適です。残念ながら私は予約できませんでした。1号車の後ろ側にはカフェスポットと呼ばれる自動販売機コーナーがあり、引き立てのコーヒーなどを売っています。発車まで少し時間があるので、レギュラーシートをご紹介しましょう。まずはヘッドカバー。火の鳥のロゴが
敵ですね。拡大しましょう。テーブルは新幹線などと同じような広さです。肘掛けから出すタイプの小さいテーブルもあります。飲み物だけならこちらで十分ですね。それぞれの席の肘掛けの下に電源があります。フットレストもあります。ペダルを踏み込むとフットレストが固定されます。ドリンクホルダーもありました。私は窓側の5の A 席に座りました。緑のランプが点灯しています。一方、通路側の B 席は青のランプが点灯しています。どうやら予約済みなら緑、空席なら青が点灯するようです。 ABC 席の並びは新幹線と異なるようです。新幹線の場合、1号車に向かって左から ABC と席が並んでいますが、近鉄の場合、逆の右から ABC と並んでいるようです。レギュラーシートでも全席にバックシェルがあるので、気兼ねなくリクライニングできます。特急火の鳥は、大阪上本町鶴橋に停車し、大和八木に向かっています。無料のコインロッカーとベンチスペースが見えます。先ほどご紹介したカフェスポットです。挽きたてのコーヒーに加え、紅茶やお菓子なども売っています。ここから先はプレミアム車両です。私はプレミアム券を持っていないので入れません。駅は日本一、いや世界一、短い名前の駅です。津は、正式には TSU と綴りますが、ギネスブックには Z、一文字で登録され、世界一短い駅名とされています。ちょっと、反則気味ですね。
から面白い区間を走るので先に説明します。皆さん、デルタ線はご存知でしょうか？デルタ線はこのように三角形をした線路です。昔から大阪と名古屋を結ぶ近鉄特急はありましたが、伊勢中川駅で方向転換していました。速達化を目指した近鉄は1961年青い線路を付け足して直接大阪線と名古屋線が行き来できるようにしました。これは中川短絡線と呼ばれ、大阪名古屋間の速達化に大いに貢献しています。ただし中川短絡線は単線です。複線にすればもっと多くの列車が通れるでしょうが、現時点単線でも十分その役目を果たしています。そろそろ中川短絡線に入ります。火の鳥は徐行を始めました。大阪難波行きのビスタカーとすれ違います。伊勢中川駅を発車し、中川短絡線を通らずに近鉄大阪線に入った列車です。見えている伏線が近鉄大阪線です。つまりこの列車はもう短絡線を走っています。近鉄大阪線の鉄橋が見えます。看板がたくさんあります。列車が必ず徐行する区間だからでしょうか。近鉄名古屋線が見えてきました。もうすぐ名古屋線に合流します。航空写真で確認しましょう。デルタ線がきれいに見えます。火の鳥は大阪線、中川短絡線を通り、そして名古屋線を走ります。徐行区間が終わったようです。火の鳥は加速を始めました。雲津川を渡ります。こう書いて雲津川と読みます。火の鳥は次の津駅を目指して北走ります。津市は三重県の県庁所在地ですが、四日市の方が町の規模は大きいです。火の鳥はなぜ津駅に止まるのに四日市は通過するのでしょうか。火の鳥は大阪と名古屋を最短で結ぶ列車なので津駅も通過したいのでしょうが、乗務員交代のため必ず津駅に停車する必要があります。津駅は近鉄と JR 東海の両社が使う共同利用駅です。正確には伊勢鉄道も使っています。つまり改札に入ると近鉄にも JR 東海にも乗ることができます。紀勢本線の普通列車キハ25系気動車が走っています。近鉄名古屋線は津駅の北側で一瞬紀勢本線と並走しています。
特急火の鳥は桑名駅を通過します。桑名駅は近鉄、JR 東海、養老鉄道が乗り入れていますが、それぞれ独立した駅で改札口も別です。桑名駅を出ると火の鳥は木曽三川を渡ります。木曽三川は濃尾平野を流れる木曽川、長良川、揖斐川の3つの川の総称です。赤い線が近鉄名古屋線の鉄橋です。すぐ北側に JR 関西本線の鉄橋があります。3本の川は下流部で合流と分流を繰り返し、川幅も広く、たびたび水害を起こしていました。そのため木曽三川の下流域の渡河は難しく、東海道五十三次でも桑名までは渡し船で渡っていました。カメラの不調で木曽川の渡河シーンしか撮れていませんが、ご覧ください。木曽川を渡り終えると小さい川が2本見えます。伊方川と天幹線水路です。名古屋駅に到着しました。今日は近鉄特急火の鳥をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。あなたのご旅行の参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。以上、アルバトロスでした。当チャンネルでは、主に旅や鉄道に関する動画を公開しています。当チャンネルがお気に召しましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。